私のチャンネルへようこそ JBN1 ビュー。郡川清歌手活動一時休止の背景に、コロナと多様性への渇望。郡川清無期限休養の衝撃。休みたい。理想と現実のギャップに苦悩。歌手の郡川清44が今年12月31日をもって歌手活動を休止することを21日、所属事務所が発表した。休止期間は決まっていない。2000年のデビューから22年、演歌界のプリンスとして走り続けてきたが、近年は演歌にとらわれない幅広い活動を行っていた。所属事務所は、一旦お休みをいただき、自分を見つめ直し、リフレッシュする時間を作りたいという本人の意向を尊重し、このような決断に至りました、と経緯を報告。事情を知る関係者は、昨年、本人から休みたいと申し入れがあり、話し合いを続けていた、と明かした。活動休止まで約1年あるが、レコード会社関係者は、現在ある仕事をやり遂げて、興行を全うすることや、ファンとの挨拶の時間を十分に取るため、と説明。心身面での健康上の問題やプライベートでのトラブルなどは全くありませんとした。最近はロック調の曲やアニメソングも歌っていた郡川。SNS では大好きな美容活動などについて発信。ライブでもポニーテールやニーハイブーツに挑戦するなど、これまでのイメージから限界突破する姿を見せていた。そんな中で発表された活動休止。このタイミングで決断した背景には、コロナと多様性への渇望がある。演歌歌謡界はコロナ下で、それまで当たり前に歌えていた場が失われ、多くの歌い手が苦境に立たされている。その一方で世の中はライフスタイルも思想も多様化し、自分も劇的な時代の変化に合わせて、いろんなことをリセットしたいと強く思うようになった、親しい音楽関係者、という。来年以降について関係者は、Twitter や Instagram など、SNS の更新はあるかもしれません、とするものの、ほぼ全ての芸能活動を休止する可能性が高い。今年は2月1日に新曲、群青の弦、糸をリリースし、コンサートツアーも控えている。この1年、ファンとどのような時間を過ごしていくのか注目が集まる。歌手の郡川清が年内いっぱいで活動休止すると21日、所属事務所の公式サイトで発表した。リフレッシュする時間を作りたいというのが理由だ。演歌歌謡曲界でトップを走り続けてきた郡川の突然の休養発表に、ファンからも驚きの声が上がっているが、実はここ数年、その容姿はしばしば見られていた。ピンク衣装にバイク。郡川清3変化。自分を見つめなお、しリフレッシュする時間を作りたいという本人の意向を尊重し、このような決断に至りましたと活動休止の理由を説明した上で、お休みの期限は特に定めておりません、と無期限であることも明かした。昨年大晦日も NHK 紅白歌合戦に出場し、2月1日には新曲、群青の弦、糸のリリースも決まっている。今年も活躍が期待されていたが、近年は精神的に追い詰められている部分もあったという。数年前に喉のポリープを除去してからさらに声が出るようになり、歌うことが本当に楽しいという時期もあった。ただそれ以上に、常にトップを走り続けていかなければならないというプレッシャーを感じていたのも事実。最近はことあるごとに、休みたい、といった言葉をこぼすようになっていました。演歌歌手としてデビューした郡川だが、数年前から、ジャズ、ブルース、シャンソンも勉強したい、と話すようになり、限界突破×サバイバー、や、青し、などポップスを歌うことも多くなっていた。また2019年から始めたインスタグラムでは、ドレス姿やメイクした写真をアップし、話題になっていた。郡川の中で自分はもっと違うものを表現したいという願望が強くなっていった。ただ、ファンから求められていることと、自分のやりたいこととのギャップも感じて苦悩していた部分もあったようです。全道。
気になるのはいつ戻ってくるかということだろう。無期限ということでそのままフェードアウトすると受け止める人がいてもおかしくないが、そう長期間にならないのではという見方をする関係者は多い。芸能関係者はそのまま引退というわけでもなく、とにかく今は休みたいという本人の意思を尊重した形。休んでから何をしたいとかが決まっているわけではないので、早々に戻ってくる可能性もありそう。これまでも休養発表後数年で復帰した歌手は少なく、前で音楽関係者は、クリエイティブな活動をする人にとって、時間を空けてリフレッシュすることは必要です。氷川もパワーアップして帰ってくるのではないでしょうか、と語る。年内はコンサートツアーや劇場公演などのスケジュールが決まっている。ファンに直接、しばしのお別れを告げて、休養に入る。丸記事にリアクションしてみませんか？私のビデオを見てくれてありがとう。最新のビデオを受け取るために私のチャンネルを購読してください。